はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はいきなりコツ持ちウィークの、投手編ですね。逃げ球のコツレベル3を持った状態からやっていきたいと思います。高校はバンプ高校で、まあ、一応ねシモン君を入れてるのでなんとなくバンプできました。ただそれだけですね。でセンス×なんですけれども、ちょっとね申し訳ないけど今回はチャレンジ紹介用として一つやらせてもらいます。でデッキはこんな感じですと。神楽坂くんのプラグをお借りして、まあ、やっぱりねバンプはちょっとアヘった方がいいので、神楽坂くんと立川と、上高で、変化球3人ですね。で、かりんちゃんと、シモンを入れて、でさらに野球マン2号というところで、本塁打現金はかりんちゃんから取ります。でシモンくんからは、まあ、取れればですけどシルバーバレットを狙っていきます。ちなみにシルバーバレットは今までで自分は1回も成功したことないんでまあただこいつセンス×だからね、ちょっとどうなるかはあれですけれども、まあその関係で水木ちゃんもクレッセントムーンじゃなくて野球マン2号の方でクロスキャノンを取っていきます。でまあ不安材料としてはこの2人ですね、金得不確定で、まあそこまで成功率が高くない2人になるのかな。上高はちょっとどんくらい成功率あるのかわかんないですけど、立川がねやっぱり高いっていう感じはしないんで、まあ2個取れるかどうかっていうところは謎ですね。ではこれでやっていきましょう。コツが来てますね。変化球、神楽坂くんリリースとか来るかな。コツ奪三振、いいですね。まあ本当はねキレが欲しいんだけど、キレもね敏捷ポイントを使うっていうところがちょっとくせ者ですよね。で、バンプはねかなり久々ですね。もう勘を覚えてるかな。立川か神楽坂くんかって言ったら神楽坂くんにしたいけど、リリースとかがなまだ潰せないからね、立川、まあ、野球マン2号の評価も上げられるけどこれは悩むな。いいや神楽坂くんにしよう。最悪奪三振が来ても悪くはない。奪三振はね5でも悪くないんで。尻上がりで、かりんちゃんとかもな多分数回しか使ったことないからね、あんまりねちょっとねこのかりんちゃんのねノリが好きじゃないんですよ。ちょっと謎のノリついてけんっていう感じがする。もうおじさんにはねそういうノリはねついていけないですよっていう。あーここにコツがいる。もうミサちゃんとかちょっとさおっとか思っちゃうんだけど、ミサちゃん関係ないんだよね。そうミサちゃんもね引いてから1回も使ってないんで、まあバンプ入れたいなとも思ったんですけど、やっぱりねバンプでちょっと二股はないかなと、思ったので今回ミサちゃんは抜いてきました。でかりんちゃんの評価を上げていきますか。やっぱりクリスマス彼女は欲しいので。どこへ行くの、一緒に帰るだけか。カリンちゃん今8月だけどさ、なんか変なフードみたいなのかぶってて暑くないので、ここはメンタルに特に人がいないので寝ておきますか。最後の調整のポイントとかなんかしくじりそうだな。吸血のあのメーター結構コツが来たよね。おーいおーいなんだけど、まあいいややろう。刺激、まあ、今はね刺激にしてもどうかなっていうところはあるんですけど、緊急登板、偉大なる初心者、これなんだっけ、真ん中にすればいいんだっけ。とりあえずもう忘れたけど真ん中にしよう。真ん中に自分なりの調整、これあれだっけ、調子安定とかつくんだっけ。評価、お、いいねいいね、評価も結構上がるね。で水木ちゃんの自己紹介かで、なんでこいつら仲良しだな。まあやりましょう。筋力ポイントが全くない。強化メーター的には強化でも悪くなさそうだよね。そろそろ極限に
なる感じがするんだけど、どうだろう。あ、なってるよね。練習場所を見て、これはもう変化球で2人パクっとく。32の98、敏捷9、技術71か。そうだね、変化球3人いるから技術っていうのも悪くないよね。精神も入るし、敏捷ポイントが入るっていうのは何よりでかい。これはここにしよう。同じ2人だったらこっちにしましょう。よしよしよし、とりあえずもう何を吸血すればいいのか完全に忘れてるな、その金徳狙い全然わからん。お、これはこれは回復イベント、食べましょう食べましょう、ディナーで。ミサちゃんがいればブラッドができるんだよね。ブラッドがで、ブラッドできないから、カリンちゃんの評価を上げつつ、神タコの評価を上げるか。若干体力イーターがね多いんですよね。神高も体力奪ってくるし、まあ、野球マン2号もね最後40奪われないって言っても27-27を削ってくるんで、ちょっとミサちゃんいるとやっぱ反応しちゃうなおミサちゃんいるとか、評価上げなきゃって思っちゃう。これ別にミサちゃんの評価とかね関係ないよね。で、これは取り押さえよう。ただよ、ただ次なんだよね。やっぱりこれ指がどうのこうのって言ってるから球速とかを上げた方がいいのかね。全く筋力ポイントないんだけど。シルバーバレット、あ、そういや俺センスバツだよねすっげえ忘れそう、センスバツっていう事実を。カリンちゃんと野球マン2号がいて、まあいいや、やっとこう。多少敏捷ポイントある分には役立ってくれるでしょう。もう一回練習しなきゃダメ。評価を見てみましょう。ああ大丈夫だね。ってことは野球マン2号っていうか水木ちゃん、評価がな一番低いからな。球速の指紋でもな、ちょっと若干筋力をもらっておきたい。スカウトさんもいるし、こっちにしよう。まあどこでもっていう感じだったからね、どこも微妙な感じで。スカウトさんから筋力ポイントもらっておきますか。で告白、あれこれどうすんだっけ、なんか選択肢出たよね。でなんかじゃあ付き合うよみたいなのがダメなんだよね。運命なら仕方ない。え、ちょっと待ってすげえ久々だから忘れたな。ちゃんと確認しましょう、こういうのは。運命なら仕方がないみたいなのはダメなんだよね。で自分で切り開くと、そこからダメじゃないで、あ、打球反応がもらえるね。ってことは敏捷ポイント使い道があるかな。さらに体力も全回復しての立川と野球マン2号からコツをもらっておくか。どうせだったら2人からもらっておきたいよね。神楽坂くんとかもいいけど、立川重い球、クロスファイヤーを最大、いいね。クロスキャノンがあるからね。おにぎりルーレット、これはかけよう。ロシアンおにぎり、おお外れあーでも体力がマックスだからね、その体力的にどうなったのかよくわかんない。神高はねやっぱりこの前指で体力を削ってくるっていうところがかなりきつい。シモンと神楽坂くん、神楽坂くんを追っていきますか。尻上がりとリリース34もマジですか。奪三振どうする、重いね勝ち運、まあキレの確率を上げるために奪三振も取っとこう。いやもう無理、筋力がない、筋力がないので神楽坂くんとキレをください。
コツ、打たれ強さで、立川の2回目ですね。さて体力的には練習できるかな。精神が下がった、なんか理由は分からんけど精神が下がった。微妙な感じだな。 10% か、まあ、攻めるあれでもないしな。デートしよう。でかりんちゃんのデート状況はどんなんだっけ。1回目は特にあれか、体力は回復しないのか。まあでも体力の自然回復分で少しは怪我率下がるかな。 0% になるか。まあ1桁台になるのは確かだけど。あ、お疲れー、これで回復する。で神高とかね来るとね完全に体力奪ってくるからな。またカグラツカ君か。打たれ強さもな、2回掴まなきゃいけないからね。これをセンス×で2回掴むのは厳しいね。シモン君の評価も上げつつ、神楽坂くんからコツをもらっていきましょう。うん、まあ変化球ポイントは OK でしょう。どうよ、ダメだマジで成功しない。立川逃げ玉のコツをつかんで逃げ玉が5になった食べよう。でさらにコツがありますね。神高か、奪三振は取ったんだっけ。あとは低めとスライダーか。スライダーをもらえればスライダーを上げていきたかったけど、まあいっか。これがねほんとね成功しないんだよね。やってやるさ。これはどうなればあれだ。ここでお乗り切った。これは進んだんじゃないか結構経験点入るね。でこれは属性変換か。どうすればいいんだっけな。まあミサちゃんの評価はねどうでもいいからね。わからん、体力が下がったけど。ここで強化が使えますね。スタミナに2人、スタミナに2人か。これはねただねデートして大丈夫なはずで、かりんちゃんは2回目のデートも体力は回復しないのか。でどうせ次極限吸血しないといけないんで、12月の2週が極限吸血でしょ。で12月の3週になれば体力があるかな、練習できる。でクリスマスを迎えると、あんま回復、おお、ここで15回復してくれた。もう通常イベントとか忘れたわ。そしてみずきちゃんも回復してくれる方のイベントですね。まあね金徳関係でねちょっと体力奪われるとはいえ、通常のイベントが体力回復してくれるんで。みずきちゃんまだ乗ってないか、っていうか人がいねえなモブキャラがいっぱいいるとこ、敏将38とかマジいらねえんだけど変化球はそもそも人がいない。技術変化球80くらいか。まあ、ポイント的にはね圧倒的にここなんだよね。いや、やろう。あふれる敏将をどうするか。で、これは？ああ、診断か。もう極限吸血はしたんで、これはなんとなく吸血鬼に合わせておきますか。興奮する。で、苦手だっけ？魅了。ま、練習すればすぐ。ミサちゃん16とか上がるんだ。属性は変わるのでプラッとかプラッとがあるね。ここもまあでもみずきちゃんの評価が上がってないんだけど、まあプラッとはプラッとで美味しいんでやっておきましょう。吸収で練習した分は回復するかな。よしよしよし。
で、あ、忘れてたクリスマスだ。入念にこう何週に何やって何週に何やってクリスマス OK みたいなこと言ってたのに、ちょっといろんなイベントが起こったからな、すぐ忘れるね。コツ、神楽坂くんか、これはやっておきましょう。打たれ強さは1じゃ無理。他逃げ玉はもう OK でしょ。取ろう。クロスファイアも5だから、と対強打者もまあ3でいいでしょ。緊急登板も取っておくでしょ。よし、神楽坂くんと練習しましょう。魅了、まあ、途中経過はね、変な話何でもいいからね。よし、切れコツをつかんで、まあ、敏捷ポイントは余ってるんで、切れは3で取っちゃいましょう。病院へ行ってもらって、1月の1週初詣、まあ、とりあえず大吉が出てくれれば誰がどうだろうと。どう、中吉かどっか行っちゃったさてさて、そろそろちょっと、うおー、野球マン2号、しかし神高の評価っていうかコツが優先ですね。まあ監督の評価も上げていかなきゃいけないんで、キレは取って、打球反応なんて2でいいよね。で、魅了、もう1回くらい練習するとメーターが極限になるかな。低めで、低めも3で掴みましょうと。チームメイト許可が上がった。よし、みずきちゃんこれで乗ったかな乗ってねーし神楽坂くんコツが来てて、低めはとりあえず取るだけ取るでしょ。で、練習しましょう。これで変われば吸収か、まあ、ヒットポイントっていうか体力的にはねないからね。で、玉持ちもゲットしましたと。これは吸血しますか。99、これだね。野球マン2号、みずきちゃん評価がきついな。これで大丈夫かな。刺激、さてここら辺からちょっと気にしていきたいね。これは、あー、水か。これもなんかその失敗成功的なものがあるんだよね。勝手に進むけど、よしよしよし。で、バレンタインなんで、これはもう普通に練習しましょう。神高、スライダーのねコツをねもらえればスライダーを上げていきたいんだけど、よし、これで神高はコツを全部つかみましたね。自らの指で使うもの、さあシルバーバレットもらいましょう。こういう時に限ってさ、シルバーバレット成功するんだよね。なんか言っちゃあれだけど、割とどうでもいいからね、センス罰だから。でしかもチャレンジ用だからねシモンとカリンちゃん入れてきてる段階で。でこれは変化球ポイントをくれんのか。カリンちゃんってなんか変化球ポイントいっぱいくれんだっけ。え、ちょっと待って、野球マン2号とかまだじゃん。まあいいや、スライダーだな、5にしとこう。で、野球マン2号いいや、タックが来てるんでタックいきましょう。で、刺激、極限吸血まであと2回くらいかな。あと2回っていうか、あと1回練習したらあれか、極限吸血になると思うんで。あれ、今ちょっと刺激だからね、これは見ておきたいよ。属性変わっちゃったらちょっと困るんで、バンプはね、この属性変化の通常イベントがあるんで、それで
イベント内容を調べていかないと厳しいんで、これはなんか母となんちゃらみたいなやつのあれか。一番上、あーでも一番下は私益になるのか。一番上にしとこう。これは変わらないからね。で体力も回復するんで、神楽坂くんの金徳ですね。まあ神楽坂くんもねそういえば別に確定じゃないですからね。ただ今まで一回も失敗したことないけど、まだないか。これどうするよ。もう一回練習すると確実にあれだね。デートしておく？ここ割と経験点は入るけど、まあ、止めておくあれでもないしな。かりんちゃんがな、次体力回復会なんだよね、デートが。まあもったいないっちゃもったいないけど、次にかけよう。で、ここは本来だったらね、体力プラス60っていう結構でかい数値なんですけど、まあしょうがない。筋力ポイントだけちょっともらっておきましょう。あー、ここでもさらに体力回復が来たか。さらにこれでも体力回復来たか。めちゃ無駄にしてるね。しかも来ないとあれば、これもう一回さデートできる。一回デートしてみようか。かりんちゃんもう4回目だ。で逃げ玉のコツはもう5になってるんで、それでいいようにして、打たれ強さのコツをもらっておきましょう。打たれ強さ4、4で取っておく。でもうあと1回だけだからね、経験点ここは悪くないね。あでさらに神高くんのイベントも来たじゃん。ノリノリでいきましょう。ノリノリで。こいつらも割と中二病だよな。よし、打たれ強さ、うわ極限すぎる。一応見とこう。変化1人、いいや、これはもう確実に止めておこう。5になったから、まあ別に無理して取る必要はないのか。コツが来ることはもうないですからね。でここに止めておきましょう。シモン君も一緒に止まっちゃったか。まあいいか。で4ターン止められて、ここで体力を削ってくる。みずきちゃんがね、ちょっとクレッセントムーンじゃなくて金徳が進んでないから怖いんだよね。2人で131と。よし、駅と言っても、怖い怖い怖い、前指が怖い。おお、これで2人、野球マン2号って。マジでどんだけさ評価足りてないので、4ターンですからね。次はちょっと体力を回復させないと。リリーフ、まあ、リリーフはね試合をやっとかないとね、何事もなく終わるからね。まあ、リリーフだったら多分そうそう何回も回ってこないと思うんで。変化球は、いやせっかくだからスライダー7にする。2球種でいこう。もう2球種でスライダー、ちょっと縦に落ちる関係ドロップカーブにしよう。あとなんか取るもんある？2人ずつ1個だけ取っとこう。タイピン1か。重い球とかまあ1でいっちゃいいんだけどな。まあこのままいきますか。そういやセンス×だけどさ、なんか初期能力どうなんだろうね。そんなすげえって感じはしないけど。よしよしよし、投げたよね。あんまりそのスコアボード的なやつ見てないけど投げたね。ドリンクを持ってくればよかったかな。おーっと、これって体力削られるんだっけ。
よしよしよし、さすがだね神楽坂くんは。本当にしかも3でくれた。ここは1人だから最後ってかりんちゃん体力回復してくれるんだっけ。体力は回復してくれますね。30回復してくれると練習はできるかな。なんかちょっと怖いな。で一応成功はしてもらいたい。本塁打現金3。これはなんだ、トラップがあると普通に美味しい当たり、そういう、おーおーおお、打球反応とかもくれるんだ。あ、そっか、これはあれだ、ランダムだ、ランダム。こっちもね、角田坂くんがいるし、てか野球マン2号とかマジなんなの。これはまあタッグっていうよりはそうだね、刺激もできないんで、神楽坂くんコツをもらいつつ、あ、玉持ちとか潰してないわ。みずきちゃんの評価を、で玉持ちもね結構消耗するんで、まあ、5でもいいような気はしますけどね。負けた。さてどうする、神楽坂くんとか、これコツないもんね、だってもう。悩むなー、っていうか 18% か。いやどうしようかな、脅威の切れ味取っとこう。あ、てかさ、金徳なんだったっけ、極限吸血金徳はなんだったっけな。まあ、いや寝よう、ここはどうせ次コツを取らないといけないんで。これは何がいいんだっけな、適当に温泉的なものにしとくか、忘れたけど。内藤さん、おお、精神で、もう一回寝れるっちゃ寝れそうだよね。神楽坂くん、シモンくん、立川、野球マン2号もな、ここさ回収しちゃったからな。これ一般人からももらえるか、ちょやろう、コントロール1を。池上重い球。誰やねん池上ってみたいな。まあただこれで重い球が5になって、これでもうみずきちゃんは絶対大丈夫だね。監督評価も全然大丈夫と。強化とかはわりかし減ってきたらもう極限になる前に使っちゃってもいいかもね。何回かは余裕があるはずなんで、あとはやる気だけ。よしよしよし、クレッセントムーン関係が全然進んでない気がするんだけど。 2% まあ 2% だね。こういうところでちょっと怪我してもあれなんで、でとりあえずタックは来てるけど、もうこれは無理だから寝るか。寝るのが結構多いね、カリンちゃんのねデートが終わっちゃったからね。やっぱりね体力回復しないキャラだとねデートがね終わるのが早いんですよね。最悪その2回連続でデートしなきゃいけないとかあったりするんで、回復のために、まあ、これでやる気を上げてくれるんで、でクレッセントムーン、ここからはちょっと体力の削りが厳しくなってくる。前イベはもうあとみずきちゃんだけかな。メンタルに神高が来てるんで、まこれは、うわ魅了か、もうここら辺での魅了はいらないからな。でこれは、ああ蚊取り線香みたいなやつか。蚊取り線香にしよう。よくわからんけど、あそうだ、あれが変わるんだったらちゃんと調べればよかったな、吸収になった。もう一回練習できない、これはもう一回練習できるっしょ。でここは誰、神高か、これだったらまあみずきちゃんでいいでしょう。
魅了、これはもう魅了するしかない。確実にまずいな。これなんだっけ、魅了どれだけ、うお完全に無理だ、死ぬ。スカウトさんを魅了しとくか、なんとなく。まあ、多分甲子園までは続かないからね、どう考えても7ターンとかだったら。精密機械、おお、いいねいいねいいね。低めはもう掴んであるからね。ブラッドタックができるのか、それでかいな。てかさ、ミサちゃんの評価とか全然上がってねえじゃん。星1個だよ。結構いろんなところでさ評価上がったと思ったんだけどさ、全く意味ないんだねやっぱり。まあ当たり前なんだけど。でこれは、まあ極限吸血をやったばっかりだからねとか思ったら特に選択肢はないか。さて落ち着いてもらって、まあ、甲子園に行くまでには終わるでしょう。あとこれだけだよね、終わってないの。なんか自信なくなってきたけどさ、割とポイントが溜まってて、ドロップを上げていきましょう。タイピンとかもな、無理だな。精密機械、変化球はまあ適当にポイントが手に入るとして試合やってれば。球持ちもあれだね、変化球が足りてないんだね。ちょっと次は変化球ポイントあれですね、特殊能力用に使っていきましょう。てか本当にこれ大丈夫。コントロール55あんのか。そう考えるとまあまあでかいのかな。いやでかいのかなって言ってもさ、球速捨てるか。とりあえずこれ B にしとこう。スタミナ D にしておく。中継ぎあたりにしようか。でこれはどうすればいいんだ。なんかの練習をしたい、なんかの練習をしたいけど、パーとかもなちょっと嫌なんだよな。悩むな、これはマジ悩むな。やることがない。とにかくやることがない。まあ1回刺激を使えたくらいか。まあそれだけだと多分ね そんな伸びないからね。これももう寝るしかないよね。寝よう。睡眠も結構多かったし、まあ、やっぱりチャレンジ用はちょっとチャレンジ用だね。でバンプってどうだったっけ。もういいや。とりあえず打って打って打ちまくろう自分で。勝利は自分でもぎ取らなければならない。お、矢部くんチャンス三角。しかしムード丸の人がいる。誰だムードいい人。誰だ本当に。わからん。こいつキレ持ってんだ。おっといい球を投げるね。今のってボール球だった。今泉君強い。今泉君いいぞ。よし完封。まあ、完封すればね、完封すればねっていうか点を取られなければ9回まで多分持つと思うんだよ。スタミナ D でもやっぱり、ね、点を取られるとね結構スタミナ消耗するんで。よしよしよし、これで、完走ですねと。いってしまった。7月なのにこんな格好してんのか。めちゃくちゃ蒸れそうだよな。上高くん変化球ポイントもらっておくか。刺激になったね。そろそろ確かに極限になりそうだからな。状況によってはもう止めちゃっていいかな。ていうか止めなきゃまずいね。神楽坂くんを止められるか、それは悪くないな。
神楽坂くんはね、フラゴだからね。フラゴだと変化球ポイントがつくんだっけ。なんか忘れた。プラゴのいいとこ、ちょっと待って、プラゴのいいとこよ。プラゴのいいとこ、センスバツが気になるな。技術ボーナスは4でしょ。で、そう、やっぱね、変化球ボーナスがつくんで、さらに神楽坂くんが生きてきますね。ここで精密機器は取ろう、玉持ちも取ろう、本塁打元気も取ろう、クロスキャノンも取ろう。 OK。 そもそも本塁打元気を取らないとね、チャレンジ達成なんないかんね。それを考えるとな、やっぱり立川は惜しかったよな。あー、おお。ちょっとずれたかなと思ったら全然大丈夫だった。矢部くんよく待ってるね。ノーアウトランナー2塁という場面で矢部、今日2打点を挙げています。危ない球。早くダンジョン高校もねやりたいんだけどね。でもダンジョンはね、かなり時間がかかるんで、動画的にはどうなんだろうね。絶対1時間は超えるからね。でしかも今回はレシピ探しですみたいな。まあやっぱりね、攻略系はちょっと進めていった方がいいからね。レシピを取りましょうみたいな。あ、神たか。全然終わってねえわ。俺が考えた練習しようもう。マジか、すっかりこいつの存在忘れていた。前イベ、おお、そんなに詰まってたか。3人来ればやはりそれなりにもらえるね。いいね。神高、マジでショックといえばショックだ。あと何ターン、あと2ターンだから、これはメンタル練習をして回復して次にかけよう。変化球的にはドロップカーブまだ上げられると。どうしようかね。ストレート、シルバーバレットだけど、ツーシームとかは絶対いらないよね。シルバーバレットと全然軌道変わんないから。全然変わんないっていうか、変わるんだけど、そりゃ上にホップするやつじゃないからね、シルバーバレットは。そうか、乾燥しなかったか。何がいけなかった？神楽坂くんは別に重くないよね、普通に終わったから。ワンアウトランナー一塁三塁という初球からタッチアウト。おい。負ける。バンプ同点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という。どうよ万人。バンプ追いつきました。1対1。いや、 G は無理だよ。弾道4か、本当ジャストミートしないと無理だね。吸収に救われたな今のは。こいつは強い、普通に今泉君。しかもなぜかアベレージヒッター持ってた。ミート D でパワー B のくせに。来るか、入ってくるね、やっぱり。でもストレートが一番狙いやすい。オーケーオーケー、神高くんに変わってるね。まあ、神高くん自体はイベントがね、結構って言ってもどうだ。最後1人か、立川からコツをもらっておく。ちょっと待って、デッキを見たい。この3人が後イベで、下が前イベなんですよ。みずきちゃんか、みずきちゃんが一つイベント多くなってるからね。それを差し引いたとしても神高くんは完走できなかったからね、多分2回くらい足りてないよね。バンプの前イベってどうなの、そんなに空きイベント数少ない。たまたまだったかもしれないけど、これはこっちにしよう。いや、ここで刺激が来てもな。
で変化球ポイントももらえると。そうか、ここは北斗くん固定だったね。またチャンスでいきますか。さてさて、それでドロップカーブを上げて、球速が全く上がってないからね、少し球速を上げてく。そうだね、球速に回すか。140くらいは欲しいかな。査定値ギリギリだからね。スタミナは別にいいでしょう。でそうするとタイピン掴むか。よし、投資的なものを根性にするか。これでスタミナが有り余ることはないでしょう。お待たせ。さあ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面。こいつもなかなかいいね。セカンドランナーちらってみた、外れた、ボール、カウントは2ボールノーストライクです。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。さてこれはいけ、オーケーオーケー。あとは0点に抑えてくれれば何の問題もない。走ったな、はい、つか走った形跡があったからね。あ、また瀬谷くんだ。これ強くない？バンプの打線で、メイルちゃんでしょ。メイルちゃんもね、2位だったらね、まあ、絶不調じゃない限りはまあ許せる範囲かなみたいな。ちょっとボール球だったね。で、いいの B か。こいつもすごいね、しかも連打持ち。足がめちゃくちゃ遅いけど。メイルちゃんも足は遅いか。どうよ、今日は打線が乗ってるね。2点取られたな。で、瀬谷くん、瀬谷くんもめちゃくちゃ今日点を取ってんね。うわー、ゲッツーだ。まあしょうがない。で、神楽坂くんに変わってると。この高校さ、まあそのデッキ的なあれもあるけどさ、てかまあ毎回そうなんだけどさ、ほんと投手陣のさ層が厚すぎるよね。もったいなさすぎる。でも最後はちょっとこれはもう無理でしょう。 32% とか攻めてもあれだからね。で円卓、これも固定だったっけ。あ、そう固定だね。これもよく見るイベントだった。まあこれも打っていこう。で一応整えるのは整えますか。変化球はもう無理だから、あとなんかコツを掴んでいるものは取ったとすると直撮り系か。どうしようかね。緩急、変化球は次いくつ必要なの。ドロップカーブ255、あと100いくつか。いやー、サクッとやってさ、経験点満点でエピローグポイントでみたいなのでギリギリだから緩急掴もう。さあ、あとはまあ自分がどれだけ抑えられるか。1点からの、さあ変わってね。こんなやついたっけさっき、笠原って。矢部くんも走ったんだな。おお、悪くはなかったけどちょっとだけ早かったか。今度は遅れたな。セヤ、そうです、セヤだよセヤ、やはり頼れるわ。厳しい。ちょっとこれはどう。おお、いいね、セヤくんいいね。やっぱりそこでメイルちゃん、第9投げた、もう、うわ超際どい、入ったかと思った。第2球投げた、外角高めの直球はボール、カウントは2ボール。アンサーのうちにね、投球はこれから3球目、点を取ってもらわないといけないんです。例えばパワープロアプリの方だとアーサー君顔がつきましたよね。しかも
オリジナル変化球エクスカリバーというのを支えて支えてっていうか引っ提げて、今泉君も悪くはない、能力的にどうよ今泉。しかもアーサーがなんか知んないけどめちゃくちゃ偉そうになってたからね。際どい、これはストレート。一球外します、肩越しにランナー見た、投げました、おお際どい、いやさすがランスだ。第9この投げました、おおミート G、 なんとかジャストミートして第2球ホームランに持っていく、ボール球カウンター2ボール、あこれ入る、入んないか、全然入んない、カウント3ボールのストライクです。さてどうしてくるかな、さあ4球目、これは外してくるか、まあ下位打線だからね。G、E とかもうこれ絶望的な能力だな。第2球投げた、カウンター2ボール、慎重に攻めてくんね、ただランス君も全然ダメだ、これで2アウト、代打変えられたわ、こんな絶不調男に変えられたか、6回降板かってことはあんまり経験値入んなそうだな。膝元へカウンター2ボールのストライク、3点差か、まあピッチングより打撃を選んだんだな監督は。さあダメ押しのチャンスを迎えました、ワンアウトランナー二塁という場面、これ何で初球決まったストライク、なんて送りました。第2球投げた、ああしまった、落ちるボールは空振り、バッター追い込まれました、名前呼んでくんないかな、投げました、ボール、こいつなんて名前だ本当に。第4球はボール、ここはよく選びました、カウントは2ボール2ストライク、こいつも結構際どいところを攻めてくるな。第6球を投げました、あこれはうお、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった、いやー変化球を投投してくるね、変化球自体はな全然2球種しかないから、まあ2球種も3も3だからね。どうこれ全然ダメだ、まあ、とりあえず甲子園は優勝できたけれども、どうなのかね、まあ、これでドクター K があればねもうちょっと変わったんだろうけど、一応シルバーバレット持ちだからね。ドクター K と怪物球威を、これ中継ぎでいきましょう、落としてるからね。で最後のエピローグポイントもまあ普通にもらって、いやすげえ痛そうな音したな、ガッシャンガラガラってさめちゃくちゃ痛いでしょ、出血してもおかしくない音だぞ。まあ5900こんなもんだよね確かにあんまりね伸びた感じはしないからね。変化球ポイント222か、なんか緩急取らなければドロップカーブいけたねむしろ無駄になったな、どちらからムービングファスト取っとくでタイピン取ろう、さらにさらに、ちょっと待って、ムービングファーストが技術大量に使うのか、そうすると変化球余るんだよね、それはもったいないんだよな、やっぱり手応えとかにして、要はね筋力ポイントを使いたいんですよね、ジャイロボール取って、あとは牽制せっかくだから取ろう、でバランスがいいのは火消しか、リリーフ登板すると能力アップ、1点以上取られかつ走者がいるとき取っとこう。さてそこから取れるものは垂れ強さ取っとこう、であとは球速上げられるスタミナ、まあ、ポイント自体はうまく使った気がするね。パワー上げとく弾道とかやっぱ上げときたいんだよね、そういえば弾道1は厳しいからな。でまあこんな感じですね、まあやっぱりこういう時に限ってシルバーバレットがね、成功するっていう感じですねでかつドクター K まで進まなかった、まあドクター K か
奪三振かって言われたらちょっと微妙なところはありましたけれども、まあ126ってどうなの。うちはねもう中継ぎがね相当不足してるからね、一応ちょっとそのまんま登録の画面までいきますか。126だったっけ、こいつ。で別に左ピッチャーとかでもないからね、126だな。シルバレ持ちだからね、登録はなんかしたいんだよねやっぱり。で2軍の方からもう、そうみんなねここら辺まあ抑えと中継ぎがねちょっと弱いんですよね。さすがに2桁のやつはいなくなったか。そうすると105、こいつを消そう。さらばだ。これで2人育成してようやくだな、コントロール C で本塁打厳禁で、シモンセットして逃げ玉、カリンちゃんセットしてお守り、2名作成OKOKOK と神楽坂くんプラボ、失敗しましたとまあそれは人気だよね。というところで、まあ、今回はねちょっとセンス×だったっていうところと、チャレンジ用の編成だったので、まあ、いまいち伸びはありませんでしたけれども、まあ、とりあえず中継ぎ、候補として入ることができました。シルバレ持ちですね、初のシルバレ持ちというところで今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。